今回の街角ウォッチングは緊急事態宣言か首都圏シリーズとなります。4番目は千葉ポートタワーです。現在2021年2月5日千葉ポートタワーに来ています。千葉県千葉市中央区の千葉ポートパーク内に立つランドマークタワーです。千葉港のシンボルにもなっています。日本夜景遺産恋人の聖地に認定されています。1983年9月に千葉県の人口が500万人を突破したことを記念して建設されたタワーです。少し老朽感はありますが眺めは最高です。今日はガスの関係で遠くはあまり見えませんでした。東京湾、千葉市内、京葉工業地帯がよく見えます。しばらく景色をご堪能ください。建物は地上4階、棟屋2階建てで、高さ 125.15m ということです。この高さで4階建てとは思いもよりませんでした。ガイドの説明で、4階で降りるように言われました。そこで乗り換えをするのだと思っていたら、そこが展望フロアでした。寂しかったのは入場者数です。ほとんど貸し切り状態でした。時期が時期だけに仕方ないと思います。早く新型コロナを収束させ普通の生活に戻りたいものです。 JR 千葉港駅から歩いて12分でした。それだけで往復25分も歩きました。途中にあったホテルの窓と入り口が白い布で覆われていました。新型コロナの軽症者専用ホテルだとすぐに分かりました。少し痛々しく感じました。ご利用の皆様、早く元気になってください。これで、千葉ポートタワーの紹介を終わります。チャンネル登録をお願いします。